ったりは。ああ、あれからは会ってないか。会ってない。うん。だから記者は来たよ。はい、はい、来ましたよね。インタビューね。うちに、どうですかって。うん、AV と一緒にいた時です。違う違う。それはまた別で。あれはね、その3週後。3週え、しかも2連発ですか?2連発。別の子でしたよ、ね。別の一月に2回。はい。ハニートラップにかかる。ハニートラップ。ハニートラップじゃないでしょ。あれハニートラップやったら、ほんまにそうしよう、お前。本当ですか。あの店なんか全部わかるわけないもの、お前。向こうが流してるってことですか。いや、俺社長やと思うんだけど。社長すっごい心の中に証言してましたからね。それはね、すごかったですよね。こんなこと言ったらね、さんまさんに悪い言いながら全部。全部話しましたから。もう言わんでもええ ね。野菜ジュースをね、振りながら、どうぞ言ってくれるって。うん、こんなことしませんよねって、してるんですよ。これがね、異常に悲しかったね。もうほんまの、リアルな、ほんまやっていう。もうリアルな、ほんま。ほんまでっか。そんなにしゃべってるけど、こんなお前、真実語らんやろ。ほんまやっていうやつやったね。だから、もうあれはまあ人生ね、男として生まれて、ハニートラップなんかゼロ回っていう人が多いらしいんですね。トラップにかかるっていうのはね。だから普通1回か2回人生一月に2回ってでもかかる俺も悪いんだけどかかる俺も悪いんだけどすごいじゃあハニートラップを逃れる技はないんですよないこれはもう絶対逃れられないでもかからずみつみつの実を飲んでる人たちやからもうそんなそれを破る技はルフィだってないんですよハニーの実をワンピースのこれはね、本当に声を大にして言いたいけど、それをオーストラリアで、うちの娘今年一緒だったんですけど、ねえ、そうだ、今でさ。これで、ね、やめてよって、もう、うん、もうそれね、世間の皆さんに何言われようがええけども、うん、我が娘に、うん、そういうこと言われて、本当に辛いんですよ、うん、このラジオだけで言いますけどもね。みんな聞いてやめてくんない、うん、何がセクシー女優なのよって、うん、ああいうの記事に載るとさこっちも辛いんだからねってすまんほんますまんあれ、うん、ハニートラップって何なのとか、うん、意味わかんないしって、うん、もうあんな変な記事載らないでね、うん、でさ私明日は新聞に載るのえイマルちゃんね、なんかバンドのなんか頭悪そうなドラムの音頭悪そうじゃん。知らないでしょ別に。俺も知らんけど、頭悪そうやないやろお前。ただドラマやから生活安定しないやんけどもや。いや分かんないぞそれは。分かるわお前そんなもんお前。よかったなって言った。じゃあ言わな知らない。この持って行くだけ。あ、そうか。それがあるから。大竹しのぶさんと全く同じ持って行くだなの。俺をさっき責めといて自分の悪いとこ後で言うって親譲りだ。親譲り。俺ね、そっちの方に感動して、感動というかびっくりして。同じだと思った。本当じゃん。昔先に俺を責めといてから、うん、自分のいけなかったことを言ってごめんねって言われないんだね。いやいや、俺今回ちょっとですね。びっくりしたもんね。さあそして